塚田一郎君、委員長塚田君、おはようございます。自由民主党の塚田一郎です。歴史的な円安が続く中で、連休中にドル円相場は乱高下を繰り返しました。で、資料1をご覧をいただきたいと思います。4月29日の午前10時ごろ、円相場は一時1ドル160円台に急落した後、午後1時過ぎから154円台半ばまで反発をしました。5月2日の早朝も157円台から153円台付近まで円が急進をしました。市場ではその時、FOMC の金融政策決定会合後に、米国債利回りが急低下、ドル安圧力が強まったと言われております。この2回のタイミングで、市場介入があったのではないかというふうな報道があるわけですが、また5月3日午後9時半ごろ、市場が注目する4月の米雇用統計が発表され、農業分野以外の就業者が予想を下回ったということを受けて、 FRB が利上げを見送り、年内に利下げを実施するのではないかという見込みがマーケットに広がりました。その結果、円相場は1ドル153円台前半から一気に151円台後半まで円高になるという、まさに乱高下を繰り返したわけであります。現在は154円ぐらいに推移してます。どうしても黙っていると円は売られ、ドルが買われる傾向がまだ続いているのかなというふうに思いますが、こうした中で、今回の、為替介入があったのではないかと言われているこの為替の動きを、現在の水準等について、財務大臣、どのようにお考えか、ご所見をお伺いしたいと思います。鈴木財務大臣。為替相場 の動きについて、先生から今、ご説明があったところでございますが、為替相場の動向でありますとか、水準につきましては、具体的に述べることは非常に不測の影響を及ぼしかねないことから、コメントは控えさせていただきたいと思いますが、為替相場はファンダメンタルズを反映して安定的に推移することが重要であって、過度な変動は望ましくないものと考えております。政府といたしましては、引き続き為替市場の動向をしっかりと注視をして万全の対応を取っていきたいと考えております。塚田君。為替相場の変動要因はいろいろあると思います。経済のファンダメンタルズが基本ですけれども、当然、2国間の金利差であったりですね、その時の市場の投機、こういったものも含まれてくると思うんで、いろんな要素があると思うんですが、要は、この間ずっと円安が続いているわけですけど、非常にピッチが急だということは、やはりいろんな影響が出てくるということだと思います。で、岸田総理はさまざまな分野で幅広く賃上げを広げていかなければならないということを、現在政策目標にされているわけですね。で、一方で神田財務官は、日本全体が実質賃金を上げていこうとしているときに、こういった円安が急激に進むことは足かせになるという発言をされています。で、当然賃上げの動きは良いことで、今年も春闘で大幅な賃上げがあったわけですし、そういう状況は続いているわけですが、一方で実質賃金は23ヶ月連続でまだマイナスの水準が続いているという実態があります。つまり、上がっている物価に賃金が追いつかない、そしてその物価上昇の一因に為替円安があるのではないかというふうな見方もあります。で、資料の2をご覧ください。で、早ければ今年7月から9月ぐらいに、この実質賃金のマイナスがプラスに転じるのではないかという予想もあるわけですけれども、またこの円安基調が続くとですね、エネルギー価格の高騰、あるいは値上げがさらに9月ぐらいに実施されたりするとですね、もう物価が一段と押し上げられ、結果として実質賃金がプラスに転じる時期が遠のいてしまうのではないかと、
まあ、こういった心配の声もあるわけです。で、そこでお伺いをしたいのは、物価高を上回る所得増へということを、まあ、岸田内閣として目指している上で、まあ、先ほどからお話がある過度な円安を抑制する必要があると思います。で、まあ、具体的なことはなかなかお話しにくいかもしれませんが、その相場の水準を見ているのか、その変動幅、そのスピードを見ているのか、どういった要素をですね、注目をされているのか、少しご説明をいただけないでしょうか。鈴木財務大臣。為替相場につきましては、水準によって是非を判断しているものではありません。ファンダメンタルズを反映して安定的に推移していることかどうか、それがどうかということが重要でありまして、過度な変動は望ましくないと考えております。まあ、行き過ぎた動きということについて問われたわけでありますが、何が行き過ぎた動きに当たるかを含めまして、為替相場の動向やなどについて具体的なお答えをすることは控えさせていただきますけれども、いずれにいたしましても、政府といたしましては、引き続き為替市場の動向、これをしっかり注視をして、万全の対応を行ってまいりたいと考えております。塚田君。まあ、行き過ぎた動きっていうのは、やはり急激な円安傾向ということなんだろうと私は理解をしてます。まあ、それをしっかり注視をしていただいて、まあ、必要な為替政策を取っていただくということに尽きるんではないかなと思いますが、まあ、そのあたり細かい答弁はこれ以上はお尋ねはしません。次に日銀の植田総裁にお話を聞きたいのですが、円安について日銀の植田総裁は4月19日ワシントンでの講演で、基調的に物価が上昇し続ければ金利を引き下げる可能性が高いというご発言をされております。一方で、同じ4月の26日のですね、政策金利の維持や国債購入の継続を決めた金融政策決定会合後の記者会見では、足元の円安進行について基調的な物価上昇率に大きな影響は与えていないという認識を示されてます。まあ、もちろん今後円安が物価に無視できない影響が与えられた場合は金融政策の判断材料になるということもおっしゃってるわけですが、まあ、報道ベースでいくとですね、この19日の発言と26日の発言が違うトーンに伝えられているようなこう雰囲気が出ていてですね、まあ、こういった発言を受けて、市場としては緩和的な金融環境が継続するという見通しから、会見中に一時1ドル156円台に下落をしたというふうに言われてます。で、ここでお尋ねなんですが、基調的な物価上昇率とは何を意味されているのか、円安が物価に無視できない影響を与える状況とは、じゃあどのようなことを考えられているのか、もう一度ちょっと日銀総裁から改めてご説明をいただきたいと思います。植田日本銀行総裁。お答えいたします。私ども物価情勢の評価にあたって、委員ご指摘のように基調的な物価上昇率を重視しております。では何が基調的な物価上昇率かということでございますけれども、まあ、一言で言えばインフレ率の変動のうち短期的な変動の部分を取り除いた残りの部分ということになるかと思います。で、ただこれは具体的に何パーセントになるかと言われますと、なかなかきちんと捉えるのは難しい概念でございまして、さまざまなやり方で推計を行っておりますが、どれか一つが完全に他よりもいいというわけでもございませんし、そうした加工された物価指標のほか、物価変動の背後にあるさまざまな決定要因、需給ギャップや予想物価上昇率、賃金の動きなど、さまざまな情報を丁寧に見て判断していくものと考えております。その上で為替レートとの関係でございますけれども、私ども金融政策は為替市場を直接、コントロールの対象とは見ておりません。ただ為替は経済物価に、重要な影響を及ぼす要因の一つであると考えております。
円安は輸入物価の上昇を通じて直接物価、国内物価に影響するというルートもありますし、その他のさまざまな経済主体の活動に影響を与えて、例えば総需要から物価に影響するというルートもございます。こうしたことが、総合されて、場合によっては基調的な物価上昇率が動くということになってくるかと思います。で、そうしたことになりましたらならば、金融政策上の対応が必要になるというふうに考えております。この点、ここのところ、企業の賃金価格設定行動が、やや積極化するという動きが見えておりますので、過去の局面と比べまして、為替の変動が物価に影響を及ぼしやすくなっているという、面、あるいはリスクがあるということは意識しておく必要があるかと思います。繰り返しになりますが、為替レートは経済物価に大きな影響を与えるものでありますし、動向次第で金融政策運営上の対応が必要になると考えております。日本銀行としては政策運営にあたって最近の円安の動きを十分注視しているところでございます。委員長。塚田君。はい。基本的な考え方は変わらないんだと思うんですが、少しそういったところのトーンを捉えている報道もありますので、そのあたりは正確にぜひご発言をいただき、理解を得ていただきたいというふうに思います。結局我々国民からするとですね、もう150円超える円安進行っていうのは非常に懸念する状況で、原材料価格が上昇し、また製品価格が上昇すれば、非常に生活が厳しくなってくると。そうすると実質賃金の低下を招くというリスクも出てくるっていうことだと思うんです。ですから若干の円安によるインフレ率への影響は一時的にとどまるという感じに国民的には捉えてないのかなと私は思います。だからそこの部分をですね、政策的にどう判断するかというのは、これは日銀の金融政策ですし、もちろん金融政策は為替レートを直接コントロールする対象でものではないということは十分理解してますが、そのあたりのところの少しこう温度差があるのかなということを感じて、今日はご質問をいたしました。で、物価上昇はいずれ賃上げにもつながっていくんだと思いますけど、日本の雇用制度上、賃上げっていうのはリアルタイムで行われるわけじゃないので、タイムラグが出てくるんですね。で、その間の為替動向が物価に与える影響をどう捉えるかということにも、私は注視する必要があるということを申し上げているわけです。で、急激な為替変動が物価に影響を及ぼす、あるいは実質賃金にも影響が出るということを考えた場合に、物価上昇が 2% を超える状況まで円安は問題ないというふうにもし捉えられているのであれば、ちょっとどう、その辺はどうなのかなということで、そのあたりを日銀総裁に改めてお伺いします。どの程度の物価上昇、例えば 2% を超えるような状況じゃなければ円安は問題ないということなのか、そのあたりどうかお尋ねしたいと思います。上田日本銀行総裁。繰り返しになりますが、私どもは為替レート、為替相場は経済物価に重大な影響を与えうるものですので、その動向次第では政策運営上、金融政策運営上の対応が必要になると考えております。で、こうした観点から政策運営にあたって、最近の円安の動きはもちろん十分注視してございます。その上で委員ご質問の、基調的な物価上昇率が 2% に到達するまで何もしないのかという点でございますけれども、私ども現状では基調的な物価上昇率がだんだん上昇して2に近づいていくというふうに見ております。で、この見通し通りに少しずつ基調的な物価上昇率が上がっていけば、それに応じて金融緩和の度合いを調整していくのが適切であると考えておりますし、それを上回ってもっと上がるというリスクが十分高まれば、それに対しても対応することが適切であるというふうに考えております。委員長。塚田君。はい。時間ですので、今日はこれで終わりますが、これからもですね、しっかりと金融政策、また政府においては為替政策も含めて
対応していっていただきたいということをご要望申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました。これにて塚田君の質疑は終了いたしました。次に中川博正君。委員長、公明党の中川博正でございます。よろしくお願いいたします。円安が約34年ぶりの水準まで急速に進みました。円安をはじめさまざまな要因により輸入物価上昇や家計への負担増加など国民生活に影響を与えております。財務省と金融庁は3月末に為替政策における政府と日銀の連携について、財務省、金融庁、日銀が臨時の三者会合を開きまして、為替相場の過度な変動は望ましくないという認識を共有してきております。4月終わりには覆面介入との報道がありましたが、財務省の神田財務官は介入の有無を申し上げることはないとし、過度な相場変動が投機によって発生してしまうと国民生活に悪影響を与えると取材にお答えをしております。一部では海外との金利差が要因として日銀の金融政策の変更を求める声が上がっておりますが、今日本は金利のある世界に政策転換したばかりでありますので、複雑な世界経済状況を踏まえまして金融政策におきましては諸々の状況を的確に判断をし適切に実行していかなければならないと思っております。そのためには財務省、金融庁、日銀の連携をさらに強化をしまして、より迅速に対応できる状態にしておくことが極めて重要だと思いますが、財務省といたしまして日銀などとの情報共有、また政策協調の体制について今後どのように強化されていくおつもりなのか、お答えをしていただきたいと思います。財務省坂本大臣官房総括審議官。お答え申し上げます。円安が進みますと輸出や海外展開している企業の収益が改善する一方で、輸入価格の上昇を通じて企業や消費者には負担増になるといったプラス面マイナス面双方の影響があるものと考えてございます。政府としては円安のこうしたマイナス面の影響を緩和すべく、低所得者世帯への給付金の支給などを通じきめ細かく柔軟に政策対応を行ってきたところでございます。また物価上昇に負けない賃上げを実現するためにも、強化された賃上げ促進税制の活用促進や価格転嫁対策の強化を図るとともに、持続的な賃上げの原資となる生産性の向上を目指し、中小企業の省力化投資への支援等を進めているところでございます。ご指摘の日本銀行などとの連携につきましては、岸田総理と日銀総裁、つい昨日の夕方も面会をしましたように、定期的に意見交換をされておりますし、財務省、金融庁、日本銀行の間で、国際金融資本市場に係る事務レベルの情報交換会合、ご指摘のいわゆる三者会合でございます。こちらを定期的に開催し、意見交換をするなど、さまざまな場で密接に連携しているところであり、引き続き物価安定の下での持続的な経済成長に向け、日本銀行等と緊密に連携しながら、しっかりと取り組んでまいりたいと考えてございます。中川君。はい、ありがとうございます。その上で持続的な経済成長を実現するためには、金融政策と財政政策の連携、これが不可欠であります。日銀は正常の金融政策に軸足を移しまして、日本銀行が金利のある世界へ踏み出したと報じられる中、日銀は 2% 目標は変えず緩和的環境も必要という、両にらみをするために政策に幅を持たせて、いかなる事態にも対応する構えをしていると思っております。金利のある世界で経済がどう動いていくのか、しっかりと見極めていくことが肝要であります。今後政府はどのように日銀と連携して経済成長に向けた政策を推進していくのか、また政府の経済成長戦略と日銀の金融政策との整合性につきまして、どのように確保をしていくのか、特に今政府として力を入れている、先ほどもございましたが賃上げやイノベーション促進に向けた取り組みについてどう連携していくのか、この点につきましてお伺いをさせていただきます。内閣府畠山大臣官房審議官。お
お答え申し上げます。2013年以降、政府と日本銀行は共同声明に沿って必要な施策を遂行してきており、こうした取り組みによりまして、足元ではデフレから脱却し、新たなステージに移行する千載一遇のチャンスを迎えています。このチャンスを確実につかみ取るため、政府と日銀は引き続き密接に連携しつつ、それぞれの役割をしっかりと果たすべく一体となって取り組んでいくことが重要であります。政府としては、民需主導の持続的な成長を実現するため、まずは予算、税制、あらゆる施策を総動員して賃上げの取り組みを支援するとともに、合わせて定額減税を実施すること等により、家計所得の伸びが物価上昇を上回る状況を確実に作り出し、消費をしっかりと下支えしてまいります。合わせて三位一体の労働市場改革や国内投資の拡大、スタートアップの育成等によるイノベーションの創出などを推進し、生産性向上、そして潜在成長率の引き上げを図り、持続的構造的な賃上げの実現につなげてまいります。日本銀行には引き続き政府と緊密に連携し、十分な意思疎通を図りながら、2% の物価安定目標の持続的、安定的な実現に向けて、適切な金融政策運営を行うことを期待いたします。こうした取り組みを着実に進め、持続的構造的な賃上げの下で、消費や投資が増加し、さらなる好循環が生まれるという所得増と成長の好循環を実現してまいりたいと考えてございます。中川君。政府と日銀の連携によるこの政策推進は、長期的な視点に立って持続的に行う必要があると思っております。そうした視点の中で、一貫した政策運営を堅持することが、私は重要であると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。次に、能登半島地震から丸4ヶ月が経過をいたしました。復旧復興に向けた支援のため、政府は4月23日に、今年度の予備費から1389億円を支出することを閣議決定しておりますが、支援において課題となりました避難所におけるトイレについて伺いたいと思います。阪神・淡路大震災、また東日本大震災でも、水が流れないトイレなどにおいて、あっという間に大変な状況になりまして、多くの場所で使用ができなくなったと報告をされております。今回、私も発災後の1月2日から、毎週被災地に伺う中で、現地に行くたびに多くの方から、高齢者や障害者が安心して利用できるトイレ、女性や子どもにとって使いやすいトイレへの配慮のご要望を多数いただけております。その中で、トイレトレーラーの支援が届いた地域では、被災者の皆様から、ありがたい、助かると、こういうお声をお聞きしたところであります。このトレーラーですけれども、現在でも消防庁の緊急防災・減災事業債を活用し、トイレトレーラーを整備している地方自治体がございます。内容は地方債充当率 100% で、うち7割は地方交付税交付金に参入し、残りの3割は地方帯の負担となっております。今後、首都直下地震や東海・東南海地震などが心配をされておりますけれども、災害時に大きな力を発揮するこのトイレとトレーラーを全国の自治体にできるだけ配備しておくべきだと被災地に言った率直な感想であります。地方公共団体がトイレトレーラーの整備を推進できるよう、消防庁の緊急防災・減災事業債の活用をさらに広げていただきたいと思います。この点につきましてお伺いをさせていただきます。消防庁小谷国民保護防災部長。お答え申し上げます。災害時、避難所の生活環境を確保するとともに、災害応急対策に従事する方々が継続的に活動する上で、トイレの確保は極めて重要であると認識しております。能登半島地震においては、全国各地の自治体がトイレトレーラー等を派遣し、被災地において有効に活用されたと承知しております。トイレトレーラー等については、避難所の生活環境の改善のための整備に加え、令和6年度からは、災害応急対策の継続性の確保を図るための整備についても、委員ご指摘のとおり、手厚い措置を講じている緊急防災・減災事業債の対象としております。今後も自治体に対し、こうした財政措置や活用事例について、研修、説明会等を通じて周知することにより、トイレ・トレーラー等の整備が推進されるよう支援してまいります。中川君。はい。
今回のこの状況をですね、よくよく真摯に受け止めていただきまして、これまで以上に負担軽減に向けた、地方公共団体の負担軽減に向けた補助金制度の創設、また地方交付税交付金の増額、こういったことをですね、ぜひ検討していただきまして、効果的な対策、これをぜひ実施していただきたいと思いますので、ぜひまた深く検討をしていただきたいと思っております。このトイレトレーラーですけれども、仮に全国の地方公共団体にトイレトレーラーが数台ずつあれば、いざとなったときに被災地に集合することで、被災地への強力な、そして迅速な支援になると思っております。ある程度の場所の確保、また日頃のメンテナンスなども考えまして、例えば道の駅などにおいて、日頃から使用していただくことで、災害への備えの重要性を利用者に伝えることができると思います。また、道の駅には大方担当者等がおりますので、夜間ですとか、またこの度の地震のような元日に発生しても素早く対応できるというふうに思っております。トイレトレーラーの地方公共団体への整備、そして道の駅の利用について、政府の見解をお伺いします。国土交通省岸川道路局次長。お答えいたします。委員ご指摘のトイレトレーラーを道の駅において活用することは、平常時の道の駅の利便性を向上させるとともに、災害時における防災機能強化の観点からも有効なものであると認識をしております。今般の能登半島地震におきましては、国土交通省といたしましても、福岡県うきは市の道の駅うきはで、平常時より活用している防災用コンテナ型トイレを被災地へ派遣しており、被災者の生活支援等に有効であるとの知見を得たところでございます。こういった活用事例や知見を踏まえまして、国土交通省では、平常時および災害時に可動式のコンテナ等を道の駅において活用する際の留意点や活用アイデアを取りまとめたガイドラインを今般作成いたしまして、公表したところでございます。トイレトレーラーを含むコンテナの設置が進むよう、地方公共団体に対し、ガイドラインの周知を図りつつ、連携を図りながら、道の駅の機能強化を図ってまいります。中川君。はい、ありがとうございます。日本のこの災害時におけるトイレの環境、これは私は現地に行きまして、大変思うことは、数十年前と状況は全く変わってないというふうに認識をしております。その中で今、トイレトレーラーの配備ということにつきまして、私も質問させていただいておりますけれども、さらにこれ、議論を深めていただきまして、環境の改善、ぜひ進めていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは最後の質問になりますけれども、今回の能登半島地震におきましては、能登半島のほとんどの道は狭く、なおかつ道路の本数が少ないということが大きな特徴でありました。国交省は1月の2日から道路の復旧に取り掛かりましたが、ある程度の見通しができるまでにかなりの時間を要しました。これは復旧作業が災害地の外側からしかできなかったためであります。理由は被災地側に道路復旧をする重機が乏しく、また復旧作業の拠点がないということであります。全国では活断層が多数存在しておりますので、今回のことを教訓といたしまして、今後は全国でその地域の特性を考えた広域での災害対応計画を作成し、ある程度の規模で災害対応拠点を作るべきだと考えます。現在、国の防災基本計画に沿いまして、地方公共団体は地域防災計画、さらに住民などによる地区防災計画の策定に取り組んでおります。今回の能登半島地震でのさまざまな事象を検証しまして、そのことを踏まえまして、政府が主導し、その地域の特性を踏まえた強力で実効性の高い防災計画、また災害対応計画づくりを推進していただきたいと思いますが、政府のご見解をお伺いします。内閣府上村大臣官房審議官。お答えいたします。能登半島地震では地理的制約のある半島地域におきまして、土砂崩壊などによる道路の寸断や家屋の大規模な倒壊が発生している中で、人命救助やインフラの復旧などの災害対策に全力で取り組んでまいりました。
ご指摘の復旧作業の拠点の確保につきましては、キャンピングカーなどの活用や民間宿泊施設の利用に合わせ、能登空港に整備しました宿泊拠点を道路復旧等に携わる支援者の活動拠点として活用するなど、災害対応に当たってきたところでありますが、ご指摘のとおり、今後の災害に向けて、これまでの災害から得た経験、教訓を防災計画等に反映させていく必要があると考えております。このため、今後、能登半島地震の災害対応を振り返る中で得られた教訓などを、各種の防災計画の基本となります防災基本計画にしっかりと反映させていくことで、各地域の特性を踏まえた計画であります地域防災計画などについて必要な見直しを促してまいりたいと考えております。中川君。はい、時間が参りましたので終わりたいと思います。ありがとうございました。これにて中川君の質疑は終了いたしました。